世界の小麦、雑穀類、大豆の取引量の推移。1990年から2008年は、実測。2016年までは予想。米国農務省、2008年。米国の大豆、トウモロコシ、小麦の在庫率の推移。1977年から2007年は実測。2016年までは予想。米国農務省。 2007年9月2007年から2008年にかけて世界の食料価格は劇的に上昇し国際的な危機の状態をもたらし貧しい国や開発途上国において政情不安、経済不安と治安悪化を引き起こした高騰し続ける世界的な食料価格の合理的な説明は議論の対象となっている2006年の暮れから始まった 食料価格の高騰の最初の原因は、穀物生産国における干ばつや原油価格の上昇だった。原油価格の上昇は、肥料、食料の輸送、工業化された農業に影響を与えた。他の原因は、先進国におけるバイオ燃料の利用、アジアにおける中産階級の増大とそれによる食生活の多様化による需要の増加が可能性として挙げられる。 これらの要素と世界の食料備蓄の減少が絡み合い、劇的な世界的食料価格の高騰につながった。期間も議論の対象になっている。これらの要素には、貿易や農業の構造的な変化、先進国における農産物価格の維持と農家への補助金の交付、食料の燃料への転用、商品作物への投機と気候変動も含まれる。 2006年の初めと比較して、世界の米の価格は217%上昇し、小麦は136%、とうもろこしは125%、大豆は107%増加した。2008年の4月、米の価格は7ヶ月前の2倍に近い1ポンドあたり24セントに達した。いくつかの理由が、食料価格高騰の原因となっている。アナリストは、 パーフェクトストームによる世界各地での協作、バイオ燃料の利用の増加、食料備蓄の減少、連邦準備制度理事会が政策金利を引き下げたことにより、貨幣が長期間にわたって富を維持する手段ではなくなったこと、アジアにおける需要の増大、原油価格の上昇、グローバル資本主義への変化が原因であると考えている。先進国における農家への補助金は、 世界食料価格高騰の積年の要因であった。食料価格高騰のある合理的な説明は穀物をバイオ燃料に利用していることによるというものである。毎年1億トンの穀物が食料から燃料に姿を変えていると予想されている。農家が前の年に比べ燃料になる穀物を生産するのに熱心になるのに従い、食料が生産できる土地と資源は その分だけ減少した。このことは、食費が非常に限定されている開発途上国及び、後発開発途上国が、購入可能な食料の減少を招いた。この危機器は例えば普通の自動車の燃料タンクを、バイオ燃料で満たすこととアフリカの人が一年間に、食べるトウモロコシが、同じ量であるということが示唆するように、ある意味において豊かな国と貧しい国を二分しているように、 見える2007年の暮れトウモロコシがバイオ燃料へ利用されることが増加しトウモロコシの価格はトレーダーによって原油価格と関連付けられ結果としてトウモロコシの価格が上昇するアグフレーションが起こったがそれは他の代替穀物の価格の上昇ももたらした米国に次ぐ世界第2位のエタノール生産国であるブラジルは世界で 初めて持続可能なバイオ燃料経済について考え始めた国であるが、ブラジル政府はエタノール産業に基盤を置くブラジルのサトウキビは2008年の世界食糧価格危機には何ら影響を及ぼしていないと主張している。ドイツのアンゲラ・メルケル首相は食糧価格の高騰は農業政策のつたまさと開発途上国における食生活の変化が原因であり、 一部の評論家が唱えているようなバイオ燃料によるものではないと述べた。2008年4月29日、米国のジョージ・ W ・ブッシュ大統領は記者会見で世界の食料危機の85%は気候変動と需要増加、エネルギー価格のせいだと述べ、残りの15%はエタノールのせいだと認めた。2008年7月4日、ガーディアン紙は バイオ燃料によって食料価格が75%上昇しているという世界銀行の推測を報じた。セルロースエタノールや総類燃料のような第2世代、第3世代のバイオ燃料なら将来この問題を解決できるかもしれない。しかし、それらのバイオ燃料の実用化にはより進んだ農業技術の開発が必要とされるのに対して、 トウモロコシから燃料を作る技術は熟成されており、また素早く作ることができる。食料生産の増加は、人口の増加を上回っている。一部の評論家はこの食料危機は、前例のない人口の増加が主な原因であると主張しているが、他のものは、世界の人口増加率は1980年代、以降劇的に減少しており、一方、利用可能な穀物は、 人口の増加を上回るペースで増加していると指摘している。一人当たりの食料生産量は1960年代から上昇し、この傾向は2006年から2007年の収穫においても劇的な変化はない。1900年当時16億人だった世界人口は現在66億人にまで膨れ上がっていると推定されている。 例えばメキシコの人口は1900年当時1360万人だったが、2007年には1億700万人にまで増加した。米国の人口は2004年7月1日から2005年の7月1日までの1年間に280万人増加した。 世界で1年間に増えた人口は1980年代後半の8700万人から2002年には7500万人に減少しそこでしばらく安定していたが2007年は7700万人とまたゆっくりと増加し始めた世界人口はこのままのペースでいくと2042年までに90億人に達するものと見られている過去20年間アジアにおいて 中山階級の人口は増加した。アジアでは巨大な貧富の格差が依然として残っているが、この地域における中山階級は劇的に増加し、この傾向はまだ続くものと予想されている。中山階級は1990年の国の人口に占める割合とそれぞれ比較して、インドでは9.7倍、中国では8.6倍増加した。しかし、 2008年の増加率は、それぞれ、約30%と約70%となった。富裕層の増加に伴い、ライフスタイルと食生活の変化が起こり、より多くの種類の食物と肉類の需要が高まり、より多くの農業資源への需要につながった。この需要は2003年以降の原油価格の上昇と、ともに、劇的な食料価格高騰の原因になった。 国際食料政策研究所の所長である、ヨアヒム・フォン・ブラウンは、新たに成功した人々の、ゆっくりとした食生活の変化が、世界の食料価格上昇の最も重要な要因で、あると述べた。しかし、世界銀行は食生活の変化は、バイオ燃料の影響に次ぐものであるとした。国連食料農業機関の2008年4月における、分析では、 世界の穀物消費は2006年以来1%上昇した。食料の消費が増加したところでは、主として食料に付加価値が加えられ、先進国や開発途上国で販売されている。2006年以降の世界全体の穀物消費の増加は非食品用と、特に飼料とバイオ燃料への利用が最も多かった。1kg の牛肉を得るには 7kg の飼料が、 必要である。それゆえ、これらの報告では、質素な穀物を消費する貧困層の人口増加ではなく、工業や飼料への集中した食料の利用が、食料価格高騰の原因となったと結論づけた。原油価格の上昇は、肥料のコストを押し上げた。それらの多くは製造する際に、石油や天然ガスを必要とする。ハーバーボッシュ法を用いて、 水素を生成するためには化石燃料の中でも天然ガスを利用するのが主であるが天然ガスも原油と似たような供給の問題を抱えている。なぜなら天然ガスは石油の代替として利用されることもあるからである。こうして石油の価格の上昇は天然ガスの価格の上昇、ひいては肥料の価格上昇につながるのである。肥料のコストには 原油だけではなく、これまた需要増で価格が上昇している炭酸カリウムのような物質も含まれる。このような原材料費の高騰のため、農産物の在庫価格が上昇しているのである。原油は工業化された食料の生産や輸送における最も重要なエネルギー源でもある。液化石油燃料の高騰は、 結果として一部の食料をエネルギーに転用することになるバイオ燃料の需要増をもたらした。世界で最も貧しい人々の一人あたりの石油消費量はとても低いが、この大部分は米国のような農業大国から輸入される彼らの食料を生産するために用いられている燃料である。このため原油価格が低い時にギリギリの生活をしていた人々は、 原油価格が上昇すると非常に打撃を受けやすく生きるために必要な栄養を毎日十分得ることができなくなるかもしれない。ある農家はトラクターのような農業機械にバイオ燃料を利用することによって工業化された農業における原油価格の影響を軽減している。過去において各国は相当量の食料を備蓄する傾向にあったが最近は 食料が高いペースで増産され、また、簡単にそれらを輸入することができるようになったため、高い備蓄量を保つことの必要性はあまり強調されなくなった。そのため、例えば2008年の2月には、米国の小麦の備蓄量は過去60年間で最も低い水準になっている。不安定要素の一つとして、金融機関の無差別な貸し付けと不動産への投機は、 2008年1月の証券市場危機につながり商品先物取引への投機にも影響を与えた。特に米国は景気交代につながり得る重大な経済危機に瀕している。デリバティブ市場の崩壊に続く商品先物取引に対する投機はコモディティスーパーサイクル理論によるものである。素早い利益を求める。 投資家は何兆ドルもの資産、住宅ローン再建と共に、市場から取り除かれ、彼らのうちの一部は、農産物や、工業品に投資した。このアメリカ人の先物への投機は、食料生産のグローバル化を反映して、世界の食品価格に影響を与えた。それは、フランシス・ム・ア・ラッペが描いた、民主主義の根幹を揺るがす、富の集中の世界の具現化だった。 彼女は雑誌ザ・ネーションの最近の記事で食料不足は起こっていない。しかし食料が社会において単なる商品に過ぎず市場に参加する人から世界の人々の権利が守られない限りまた農業が脆弱なままであり続ける限り農家がいかに多くの収穫を得ても多くの人が植えるだろうと語っている。第三世界ネットワークのマーティンコーのような一部の 理論家は1970年代から1980年代以来国際通貨基金と世界貿易機関の農業に関する協定が債務国の自由市場化を流し多くの開発途上国で食料の供給がそれぞれの国で独立した状態から貿易により互いに依存する状態へと変化したと指摘している。開かれた開発途上国では 先進国の支援を得て、食料を生産、輸出し、開発途上国は、世界で最も貧しい地域においてでさえ、地方の零細農家が生産する食料の輸出に依存するようになった。一部の先進国は自由市場化への期待から、開発途上国への支援を中止するよう圧力をかけているが、豊かな国は彼らの契約農家への莫大な支援を続けている。 近年、米国政府は、食料としてではなく、バイオ燃料として利用する食料の生産を支援する、補助金を追加した。国連食料農業機関とエクムは、世界の陸地の農地利用は1980年代以降減少し、米国、EU 以外の補助金も2004年以降減少し、米国が農作物を、 バイオ燃料へ転用し始めてから供給が脆弱になったと報告した。米国のオム省によると、世界の小麦の輸入量と在庫量は減少し、米国国内における消費も停滞、世界の小麦生産もまた2006年から2008年にかけて減少した。米国では政府のエタノール製造者に対する補助金の給付が農家のバイオ燃料生産を促した。 それまで食料として利用されていたトウモロコシは、エタノールを生産するために利用されるようになり、米国は、トウモロコシエタノールの最大生産国となった。その結果、2006年から2007年にかけて、米国のトウモロコシの23%はエタノールへ転用され、農務省は2007年から2008年にかけて、米国で8100万トンのトウモロコシが、 エタノール製造に利用されると予想しており、その割合は37%に上昇すると見られている。これは、食料の転用だけでなく、農地の転用をも意味している。それにもかかわらず、エタノール製造を支持する人々は、トウモロコシのエタノール製造への利用は、世界で起きている食料を求めた暴動とは何ら、関係ないと主張しており、それらの原因は、米と、 原油価格の上昇であり、バイオ燃料は何ら関係ないとしている。しかし、世界銀行の報告によれば、バイオ燃料は、食料価格を75%引き上げたとされている。5年間の月ごとの分析は、世界の穀物消費量の上昇と、干ばつも、価格上昇の原因であるがこれは、わずかな影響をしか与えていないと報告し、EU と米国が利用している。 バイオ燃料が食料の供給と価格上昇の最大の原因であると主張している。まだ4月が終わったにだけに過ぎないが、エコノミストは、ブッシュ大統領が不満を交わすために報告書がまだ提出されていないのだと信じている。また、砂糖きびから作られたバイオ燃料は、穀物と植物油から作られたバイオ燃料ほど、劇的な影響を与えていないという研究結果も、 報告された。2008年4月9日のニューヨークタイムズによると、米国政府は保護計画の下休耕地を保有する農家に対し補助金を給付することが明らかになった。この政策は2007年の時点で、休耕地だった3680万エーカーに及び、これは、米国の耕地面積の8%であり、ニューヨーク州よりも広い。 世界的な食糧危機は先進国による歪んだ農業補助金制度の廃止の声を呼び覚ました。OECD の推定によると、OECD 加盟国による農家への補助金は1年あたり2800億米ドルに、上り2004年の公的な開発支援は800億米ドルであり、農家への支援は食糧価格の形成に歪んだ影響を与えている。 ブッシュ政権下の2002年に導入された、米国の農会の補助金制度は80%増額され、米国の納税者に1900億ドルもの負担を強いている。2003年 EU は共通農業政策を2013年まで延長することを合意した。国際連合開発計画の元総裁であるマーク・マロック・ブラウンは、 共通農業政策のような農家への補助金制度を見直すよう呼びかけている。日本は世界貿易機関の規定により、毎年76万7000トンもの米を米国、タイなどの国から輸入することを義務付けられている。これは2005年の日本における米の国内生産量が1100万トン、2003年から2004年の消費量が870万トンであり、 国内需要を100%満たしている事実があるにもかかわらずである。日本がこの米を同意なく他の国へ再輸出することは許されていない。この米は普通在庫へ回され動物の飼料として利用される。圧力のもと、米国と日本はこのような規制を撤廃すべく交渉を行っている。1500万トンもの高品質の米国産の米が間もなく、 市場へ入る予定である。いくつかの地域では気候変動により穀物の収穫に異常をきたしている。その中でおそらく最も大きな影響を与えているのはオーストラリア。その中でも特に巨大な小麦と米の国草地帯である、肥沃なマレー川とダーリング川の流域で続いている干ばつである。干ばつが起きる前と比べて米の年間生産量はントも 減少してしまった。オーストラリアは米国に続く世界、第2位の小麦輸出国であり、豊作の時には2500万トンもの小麦を生産しており、主要な輸出品目であった。しかし、2006年の収穫は980万トンに過ぎなかった。2006年にカリフォルニア州のサンホアキンバレーで起こり、数多くの家畜が死んだ熱波や、 2008年のインドのケーララ州で起こり、穀物に損害を与えた集中豪雨も食料の価格に影響を与えている。科学者はこれらの災害のいくつかは予想されていた気候変動の影響と矛盾するものではないと述べている。2008年5月にミャンマーを襲ったサイクロンナルギスの影響により米の価格が上昇した。ミャンマーは米の輸出国であったが、 減産のため政府による価格調整が行われ、農家への奨励金は減額された。高潮のためエーアワディデルタは30マイルにわたって水田が浸水し、塩害が懸念されている。FAO は2008年ミャンマーは60万トンの米を輸出すると予想していたが、サイクロンの影響でミャンマー史上初めて米を輸入せざるを得ないのではないかと危惧されており、 それにより、世界の米価格が、さらに上昇するものと見られている。ブルース・サンドクイストは、主に土壌の侵食、地下水の枯渇や都市化のため、毎年巨大な工作可の地が失われていると、指摘している。彼によると、毎年60万平方キロメートルもの土地が、劣化しているため、その土地は生産性を失い、荒れ地になっているといい、そこまで劣化していない土地も、 穀物の生産に問題を抱えているという。それに加え農業の生産活動は地下水の枯渇によっても失われている。中国北部では特に再生不可能な耐水層が枯渇し現在穀物の生産に悪影響を与えている。都市化は工作地現象の他の小さな難しい要因であると見られている。食料価格危機の環境的な要因として 空気中のゾ存量の変化が可能性として挙げられる。植物は空気中のゾ存量の変化に敏感に反応することが知られており、小麦や大豆のような重要な穀物の減産は空気中のゾ存量の増加の結果であるのかもしれない。中国の超高デルタ流域でキャベツと同じ油中油な属であり、中国で利用される植物油の三分の一の原材料である。 西洋油菜を利用して空気中のオゾンの量の変化が植物の発育にどう影響を与えるかを調べる研究が行われた。高濃度のオゾンを含んだ室内で育てられた植物は通常と比べて10%から20%大きさと質量が減少し種と油も同様に減少していた。2007年から2008年にかけて 国際的に主要な穀物価格が劇的に上昇した。小麦の国際市場価格は2007年2月から2008年2月にかけて倍増し、一部シェルあたり10米ドル以上になった。米の価格も、この10年で最高の価格に達した。いくつかの国では、牛乳と肉類の価格が倍以上になり、大豆は2007年12月に、 この34年間の最高価格を記録し、トウモロコシの価格も劇的に上昇した。2007年、開発途上国の食料の輸入の合計額は25%上昇したと見られている。海外開発研究所の研究員はこの問題が食料援助の減少を招くことを示唆した。食料援助は、量ではなく予算で運営されているため、食料価格の上昇は、 世界食糧計画が現在の計画を維持するためには新たに5億ドルを必要とすることを意味する。中国やブラジル、インド、インドネシア、ベトナム、カンボジア、エジプトなど主要な米輸出国は国内の需要を満たすため米の輸出に厳しい規制を課した。逆にアルゼンチン、ウクライナ、ロシアとセルビアを含むいくつかの国では 小麦や他の食料の輸出に対し高い関税を貸したりブロックするなど市場の孤立化に努めたため輸入国はさらなる食料価格の上昇に見舞われた。そして北朝鮮では2008年の6月に政府の職員が生きることはもはや困難である。国民はみなしにつつあるようだと述べるまでに至った。しかしこの国はこの困難な時期にもかかわらず 食料を完全に支援に依存している。もし、世界食料価格危機が、ローカル市場に影響を与えるならば、世界の開発途上国の農家は、食料価格の上昇によって、利益を得ることができる。海外開発研究所の研究員によると、これは、農家の市場価格の変動に対応できるかという、資質に依存するという。経験によれば、短期的には、 農家はクレジットを書くため取引は迅速性を要するが近年のアジアの緑の革命やアフリカの多くの国々で見られるように中長期的には彼らは利益を得ることができるという価格の上昇はアジア、アフリカの一部で影響を与えブルキナファソ、カメルーン、セネガル、モーリタニア、コートジボワール、エジプト とモロッコでは2007年の暮れから2008年初頭にかけて食料が手に入らないことに対する抗議と暴動が起こりメキシコボリビアイエメンウズベキスタンバングラデシュパキスタンスリランカと南アフリカでも同様の暴動や社会不安が起こったメキシコのフェリペカルデロン大統領は在会首脳と会談し150種類以上の 食料品の価格を2008年の終わりまで、現在の価格のまま凍結することで合意した。この法案は、前の月に4.95%を記録し、2004年12月以来、最高となったインフレ率を抑制するために、導入された。対象となるのは、コーヒーや湯ワマグロ、スープ、紅茶などで、価格の凍結は12月31日まで実施される。 これは、連邦政府と連邦商工会議所との間で、現在の食料危機を世界と同じレベルまで軽減し、またインフレを抑制するために合意された。食料価格の高騰と安い賃金に起こった1万人の労働者が、首都ダッカ周辺で車やバスを壊したり、工場を破壊するなどの行為を行った。この暴動のため少なくとも20人の警官を含む、 数十人が怪我を負った。皮肉なことにこの国では2002年に食料の完全自給を達成していた。しかし、バイオ燃料の対等のため食料価格は劇的に高騰した。エコノミストはこの国では1億5000万人のうち3000万人が飢餓の危機に直面する可能性があると推測している。2008年4月ブラジル政府は 米の輸出を一時的に停止することを発表した。この措置は国内の消費者を保護することが目的だった。ブルキナファソでは食料価格が65%上昇し2月22日2番目と3番目に大きな都市で暴動が起きた。しかし首都アガドゥグでは軍が出動しよ所書で限界態勢が敷かれたため抑制されていた。 政府は食料への課税を軽減し、政府が持っている食料の在庫を放出することを約束した。ある年では100人以上の人が逮捕された。カメルーンは世界第4位のカカオの生産国であるが、2008年2月下旬、冒頭した食料及び燃料とポールビア大統領が任期を延長することに抗議する大規模な暴動が起こった。 この暴動で少なくとも7人が死亡し、その後死者は24人に増え、過去50年間で起きた中で最悪なものとなった。これに対し政府は米、小麦粉、魚などの輸入品への課税を軽減を行った。政府は小売業者との間で輸入品に対して減税することで合意した。しかし、2008年4月下旬、物価は下がらず、 それどころか上がっているとさえ報告された。2008年4月24日、カメルーン政府は、カメルーンの食料生産を倍増し、食料の完全自給を目指す2年間の緊急計画を策定したことを発表した。3月31日、コートジボワールの首都アビジャンで警察が、 催涙ガスを使用し、食料価格の高騰に抗議する暴動に参加し、市内を占拠していた人々数十人が怪我をした。この暴動は、食料と燃料の高騰ことに抗議するものだった。エジプトでは4月8日、食料の価格高騰に抗議する暴動が起こり、ボートラは、工業都市、エルマハラ、エルイコールコブラシを占拠したが、その後警察が介入した際に発砲し、 少年が頭を打ち抜かれて死亡した。エジプトでは、特にパンの価格が高騰し、最近数ヶ月の間に倍になった。エチオピアでは、干ばつと、食料価格危機により数千人が、飢餓の危機に瀕している。2008年4月12日、食料暴動を受け、配置上院は、ジャック・エドワール・アレクシス首相の解任を決議した。 この暴動に関して少なくとも5人が死亡した。米や豆、果物、コンデンスミルクなどの値段は2007年末以来50%上がり、燃料費は2ヶ月で3倍となった。政府は米の価格を15%値下げして秩序を回復しようと試みた。インドでは2007年、西ベンガル州において食料不足による暴動が起きたと報告されている。 また、インド政府は、高付加価値のバスマティダネを除く米の輸出を停止した。インドネシアでは2008年1月以降主な食料品とガソリンの価格が約2倍になり、食料価格高騰に抗議する該当デモが行われた。2008年4月、国連食料農業機関に加盟している南アメリカ諸国は、食料不足及び価格の高騰。 それによる暴動への対処について話し合うためブラジルのブラジリア市で会談を行った。2月中旬、モザンビークの地方都市直営で始まった暴動は、首都マプトにも広がり、少なくとも4人が死亡した。暴動は、地元メディアによって、これは、食料暴動であると報道された。バイオ燃料を擁護する人々はこれは実際は、 経由の価格抑制を求める燃料暴動であるのにメディアが販売を燃料の感情を煽るために変更報道をしていると主張している。パキスタンでは陸軍が田畑や倉庫からの集奪を防ぐために出動したが食料の価格上昇を防ぐことはできなかった。新たな大統領に就任したザルダーリーは全政権の食料の食料備蓄が適切でなかったと非難した。 かつて世界随一の米生産国であったミャンマーは現在でも自給できる十分な米を生産してきた。しかし、米の輸出はミャンマー当局が考えや倉庫などのインフラ整備を無視したためにこの40年以上の間に400万トンから去年はたったの4万トンにまで落ち込んだ。2008年5月3日、サイクロンナルギスがもたらした海水により、 ミャンマーの米の国葬地帯は広範囲にわたって被害を受けた。FAO は東南アジアの米の65%が被害を受けたと推測している。長期にわたる食料の不足と供給制限の拡大が懸念されている。軍事政権は米不足について何も言及しておらず、輸出も以前と変わらず続けている。 エコノミストであり、ミャンマー事情に詳しいオーストラリアのマコーリー大学のショーンターナルは2008年5月27日の在リワジのインタビューで、少なくとも次の2回の収穫まではサイクロンによる塩害の影響を免れず、被害を受けたそれらの地域では収穫を得ることができないため、2年間は満足な米や食料が得られないだろう。 経済にも重大な影響を与えるだろうと語っている。パナマでは対応策として高値の米を政府が買い取り、廉価で販売店に売却した。この米はエルコンピタとして知られ、買い取りには税金が利用された。フィリピンでは4月13日、アロヨ政権がこの国では食料暴動など起きておらず、配置の状況と比較することなどできないと主張した。 セルジオ・アポストル大統領主席法律顧問は、我々はこの問題を何とか解決しようと、努力しているのにハイチはそんな素振りは見せていない。我が国では、食料不足など起きていない。だから、比較することなどできないと述べた。ラウル・ゴンザレス司法長官は、次の日食料暴動はそんなに遠くで起こっている、わけではないと語ったが、これはすぐに、政権内部から批判された。 4月15日、米最大輸入国であるフィリピンは、中国、日本や他のアジア諸国に対して、特に、これらの国々の一部取られている米の金融について、話し合う緊急会談を持つよう働きかけた。フィリピンのアーサー・アップ農業大臣は、自由貿易は頓挫してしまうだろうと述べた。2008年4月の終わり、フィリピン政府は、 世界銀行の専門家が米輸出国に対して規制を解除するよう働きかけることを依頼した。2007年10月、ロシア政府は大統領選前、大衆の不安を抑えるために、食料品の小売業者に対して価格を凍結するよう圧力をかけた。2008年5月1日、価格の凍結は解除された。 2008年5月31日、セネガルで食料と燃料の値上がりに抗議する暴動が起きた。この際24人が逮捕、拘留されたが、地元の人権団体は、公安当局が、逮捕者に対して、拷問や他の名状しがたい行為を行ったと主張した。さらに2008年4月26日、ダカールでも抗議活動が行われた。ソマリアにいた目撃者と、 政府職員によると、2008年5月5日、数千人のソマリア人が、食料価格と通貨価値の崩壊のため暴動を起こし、政府の軍隊と武装した警備員により、少なくとも5人が殺害された。この抗議は、現在行われている、対テロ戦争による深刻な人道の危機の最中に起きた。2008年4月、サムズクラブが外食。 小売向けの白米の販売に長期にわたる制限を設けるという報道がなされると、米不足はにわかに注目を集めた。他の携帯の販売制限はされていない。これは、メキシコの最初の市販機の原油産出量が、未曾有の7.8%減少という発表の後に、起こった。バイオ燃料の擁護者は、トウモロコシと米価格は、関連がないのにもかかわらず、このことを、 トウモロコシ揺らえたノールは食料価格の上昇とは無関係なのだという彼らの主張の論拠にした。南エメンでの暴動は3月後半から始まり、4月初旬まで続き、武器を手にしたボートによって警察署が襲撃されたり道路が岩で敷き詰められたりした。軍が戦車や他の軍用車両と共に出動した。暴動は 数千人のボートによって数日の間続き、100人以上が逮捕された。政府は死者は出ていないと主張したが、住民たちは怪我をした14人のうち少なくとも1人が死亡したと主張している。FAO は穀物価格が2007年12月アフリカで49%、2008年7月ヨーロッパで53%上昇したとする。 調査結果を公表した。2008年4月、世界銀行は IMF と共同で危機を軽減するために、アフリカの農家に対して、貸し付けを増額したり、配置のようにひどく影響を受けた地域に対し、緊急融資を行うことを発表した。しかし、FAO のジャック・デューフ事務局長によると、WFP は少なくとも1700万ベイドルの現金を、 今すぐに必要としており、100万以上の計画の10、数件が実施されたに過ぎないという。2008年4月29日、国連の半期分事務総長は、国連と世界銀行が連携をとってこの危機に立ち向かっていく、決意を述べた。国際開発の農業基金は、貧しい農家を援助し食料を増産するために2億米ドルを、用意している。 2008年5月2日、米国のブッシュ大統領は7億7000万米ドルを新たに用意することを発表した。日本の米備蓄の放出により、米の市場価格は劇的に下がるかもしれない。5月16日、その予想のためか、1週間で14%下落した。2008年4月30日、タイは米価格の調節を目的とする米輸出国機構の 創設を発表した。2008年7月、FAO は世界の食料安全保障の高レベルの関係者の折衝を行い、価格上昇の被害にあった60カ国、7500万人の人々に対し、12億米ドルの援助を決めた。2008年6月、いくつかの人道支援組織が G8 の継続的な関与を求めた。2008年12月、 世界的な商品需要減少の予測、景気交代、石油価格の下落により、主要作物の価格はそれまでの高値から急激に低下した。シカゴ商品取引所のトウモロコシ価格は6月の1、ブッシェルあたり7.99ドルから12月中旬の3.74ドルへと急落し、小麦と米の価格も同様に下落した。しかし、国連食糧農業機関は、 信用危機によって農家が作付けを減らす可能性があると指摘し、間違った安心感に対して警告を発した。FAO は本部のあるローマで2009年11月に世界食糧安全保障サミットを主催し、開発途上国での食糧価格は依然として高く、世界的な食糧安全保障の状況は悪化していると指摘した。2011年初めまでに、 食料価格は再び上昇し、2008年の最高値を上回った。これを2007から8年に見られた価格上昇の再燃と見る評論家もいる。景気交代により需要が減退する一方、天候に恵まれて穀物の収穫が増加し、その後の食料価格は下落した。ありがとうございます。